おはようございます。今日ね、ライブ放送いつものにしてたんですけども、3回通信がライブ中に切れました。ライブ中に通信が切れるのも生涯初めてなんですけども、もうライブね、何年もやってて何千回もやってるんですけども、しかも3回の連発で切れたのは、このインターネット環境になんか攻撃があったのかなと気持ち悪いものを感じますけども、今日ね、マスクを話題に出そうと思ったんですけども、さすがにね、発信の意欲が切れてきたんですけども、この3回も切れると、このね、マスクなんですけども、今結構手に入りやすいでしょ。だからこういう時に仕入れないといけないって話をしようかと思ったんですよ。暗号通貨もそうですけども、ブームが去って見向きもしなくなった頃、話題にも上らなくって、 YouTube とかメールマガジンが届かなくなった頃にやらないといけないんですよね。逆張りするわけですから。で、多くの方が手にした後ってのはもうね、チャンスがないわけですよ。だから手放した人が多い時に、手放す人が多い時に仕入れておいて、欲しい欲しい欲しいって殺到した時に売るみたいな、これを繰り返すんですよね。多くの方はブームが来ないと動かないんですよ。いや、もっとしたらブームが来ても動かないのかもしれないですけどね。ですから今私はね、これマスク、大体1箱500円ぐらいです。今ね、通販で買って送料込みで、で10箱ほど買いましたんで、で、私マスクいっぱいあるんですよ。いっぱいある上に買ってるんですよ。なぜかっていうと、マスクが足りない時にまたね、人にね、配っていこうかなと思うというね、ただそれだけのためでございます。まあ、結構いい箱に入ってますね。ということでね、マスクに見る仕入れの極意、安く仕入れて高く売るではないですけども、品薄の時に売る、で、品がいっぱいある時には買う、これなんですよ。だから多くの人はね、品枯れしてる時に欲しい欲しい欲しいってなっちゃうんですよ。で、世の中に溢れた時にはもう興味を失ってるんですよね。だから儲からない、だからうまくいかないということにしようかと思います。それでは行ってらっしゃい。